ばんは。こんばんは。なんぐらいあります。ちょっとびしょびしょでごめんなさい。ストーリーをね、私のストーリーを見てもらったら分かるんですけど、しおりさんがね、びちょびちょや、びちょびちょワンちゃん、びちょびちょワンちゃんって言ってました。お疲れ様です。皆さんゴールデンウィーク何してますか？こんばんは。私さっき眠すぎて初めてレッドブル飲みました。人生初レッドブル。炭酸苦手なんですけど、もうね耐えれなくて飲んだら、エナドリってすごいですね、こんな効果あるんやってぐらい。もうさっきまでねちょっとこんなんでちょっと仮眠しながらやってたんですけど、すごいエナジードリンクの力。ちょっとすっぴんなんでマスクします、今更。はい、エナジードリンクをね、すごいですね。ピンクのやつ飲んだんですよ、レッドブルピンク、めっちゃ効きますね。すごい、もうバーンです、今。バーンです。そうなんですわ。すごいね、こんな効くんやと思って飲もう。またそう、明日はそうなんです、29日三河さんの代打で阿部の球場なんだっけ、リリースイベントに出演させていただきます。なのでミニライブとハイタッチがあるんですけど、ミニライブは観覧フリーなので、ゴールデンウィークお時間あるよって方はぜひお越しくださいませ。ゴールデンウィークなんですね世間はって感じ。もうなんか曜日感覚もわからんからさ、そうわかんないよね。見に来てください。今日は練習してたんですよ。そう、もう缶詰ですわ。ナングラをしないと。なのでなんだっけお題、10期生オーディションみたいなやつでしたよね。10期生オーディション審査、10期生オーディション審査、驚いた。最終審査で候補生みんなが驚いた。どんな審査だろう。大喜利みたいな。10期生オーディション、どんな審査。100キロの球を受けれるか選手権。難しいな。こういうなんか大喜利系ってさ、なんかセンスある人ってパーンって出てくるけどさ、やっぱ考えたらおもんないんですよね。そう。むずいわ。なんかいいやありますか？赤字とスポーツクイズ、あながち勝つ人が
出てきそうな気もする。そうなんです。むずいね。最終審査。どんな審査？そういえば、髪の毛をちょっと黒くしました。地毛がね。結構最近明るくて、しこもうとかしてるから、しこもう矯正とか。スポーツ系にしますね。ちょっと考えて出します。頭がちょっと回ってないから明日までですよね、多分。ゴールデンウィークね、4日ね4日何もなくて休みやって思ってて、ちょっと行きたいところがね、あったんですけど、その日もね埋まっちゃったから、もうゴールデンウィークここも行けない。いいな、あ、この分までゴールデンウィーク満喫してね。腹筋100回きつ。そうなんです。そう、いつかね甲子園でファーム戦、工夫はやてとのね試合ね、ゲストで出演させていただくので、ぜひお越しください。実況じゃない、解説が今成さんらしくて楽しみですね。ショッピングとか見てたんでね、阪神のグッズショッピングみたいな。3日、そう、昼夜ですね。3日は久々ですよね、めっちゃ。何時から、1時ぐらいかな多分。久しぶりの昼夜怖いですね。もう体力が、なんかさ、夏になっていくにつれてこの B2 公演やばいなって思ってます。おろしの髪型ができるのかっていう感じですね。もう汗でね、目の前が見えませんよ。なんかカラコンつけて公園一時期出たりとかしたんですけど、もう汗でね、みんな目にメイクのラメとかが入って見えないとか言ってて、そうだからね、やめようと思って。カラコンしてたらね、視界がね霞むんですよね。そうだからすごいね、コンタクトだけでも結構嫌なんですよね、私。今視力がね悪いんでコンタクトしてるんですけど、コンタクトしてるだけでもすぐドライアイになるからさ、結構あれなんですけど、カラコンしたらもうすごいことになっちゃうから、あんまりしないですね。確かに祝日久しぶりね。そう、コロコン乾きやすい。レーシック、あ、そう、レーシックねしたいんですよね。けどなんか2週間ぐらいメガネ生活しないといけないみたいな。年間2週間もねちょっと休み取れないから困った。そうなんですよ。やっほー、なぜマスクしてるの。すっぴんで汗だくでドバドバだからです。まつげはねめっちゃ上がってますよ、ほら、くるーんね、いいでしょ。下まつげもね、初めて人生で下まつげもラッシュリフトしてもらいました。明日は来てください、ぜひ。だからお待ちしてます。雨なんかな、でもなんか予報 60% ぐらいだったんですけど、そう、雨だったらちょっとね濡れないようにね、みんな風邪ひかないようにね。あ、この前風邪ひいて
この前風邪ひいてね、久々に風邪ひいてびっくりしましたね、自分でも。なんか花粉症だと思ってたんですよ。めっちゃ頭痛くて鼻水出るみたいな。そしたら咳出てきて、なんか節々痛くて、これ絶対風邪やんと思ってね。風邪、季節の変わり目なんで、今の季節って何着たらいいかわからないですよね。そうなんですね。布団でね、あ、布団では寝てます。家帰って速攻でお風呂入って、でもなんかね、もうやらないといけないことが多すぎて、どれから手つけたらいいかわからんくて、あーってなってます。なんか優先順位をさ、決めれへんくなったら、自分の中で本当にやばい時なんですよ、自分的に。この生きてきた感じでね。難しいよね。27度、やばいじゃん。なんかベッド入ってもさ、すぐ寝るんよ。もう3秒ぐらいでファって寝ちゃうから、すぐ朝で気づいたらほんまに寝たみたいな。眠たくはね、あんまりないんですけど、疲労感が消えないんですよね。どうしたらいいんですか、これは。そう、ちょっと SNS の更新もあんまり来てなくて申し訳ない。生きてます。そうなんです。熟睡できてないんかな。なんかびっくりしました、今日。昨日夜寝て、おやすみって言って寝て、もう3秒ぐらいしか寝てないんちゃうかなっていう感じの朝でした。ほんまに寝たんって感じ。ちゃんとね、ベッド入ってるのに。枕があっての、枕めっちゃ高級枕だよ、ナングラでいただいた。そうなんです、びっくりするよね。気絶？マジ？気絶してんのかな、怖いよそんな。けど今日の学びは、エナジードリンクの効き目がやばいということです。もう今今日で一番元気ですもん。すごい、寝れるかなって感じ。絶対寝るけど。そうね、今日はあのドトールのね、黒糖黒ごまラテを飲んだんですよ。めっちゃ美味しくて、びっくりびっくりポンでした。うん。さっきまでちょっとレイポンとね、ずっと話してて楽しかったです、そんだけ。そう、ドトールの美味しかった。めっちゃ今日はカツが食べたくなったんですよ。めっちゃカツが食べたくなって、チーズカツサンドみたいなの食べたら美味しすぎてびっくりした。あのさ、グミあるやん、忍者飯のめっちゃ硬いやつ食べたいんですけどね、売ってないんですよ。悲しい。しおりさんと話してた、あれ見たことないですね。タリーズの新作はあのあれですか、抹茶ティラミスみたいなやつですか。ティラミスはね、別にね、興味ないんです。興味ないとか言ったらあれやけど、そう、マイティさんが載せてたやつ、あれどこで売ってんのやろ。マイティさんに教えてもらおう。そうしよう、食べたい。忍者飯大好きなんですよ。グミの中で一人を争うぐらい好きです。皆さん、夜遅くまでありがとうございますね、こんな時間に来てくださって。うん、おこかつありがとうございます。そうですね、わ、
お腹が空きました。でもこんな時間なのでもう食べません。昨日もそんなことしましたね。昨日はもやしサラダだけ食べました。毎日ね最近パックをしてね寝るようにしたら肌の調子がね良くなりました。いいですね。あれめっちゃいいですよ、あのなんだっけ、ルルルンのルルルンっていうところの白いね色のパック、あれめっちゃおすすめです。めっちゃ毛穴ちっちゃくなります。おすすめです。毎日使えるからいいですよ。おすすめ、めっちゃいい。メイクさんもねめっちゃいいって言ってて、それで教えてもらって聞いたんで間違いないです。そうです。昨日ね試合行く予定だったんですよ阪神。私も昨日ね行く予定だったんで友達に誘ってもらってたんですけど、だけどねちょっと突如行けなくなっちゃったから悲しい。行きたいね現地。お誕生日なん今日。ハッピーバースデイトゥーユーやん、おめでとう。すごい滑り込みやけど。ね、ヒーロー糸原選手、糸原選手の応援歌めっちゃかっこよくないね。いいよね。じゃあそろそろちょっとランキング読んで終わりたいと思います。読みますね。13位コンソメさんありがとうございます。12位じんちゃんさんありがとうございます。11位じゅんやさんありがとうございます。10位まーちゃ74さんありがとうございます。9位ライムミントさんありがとうございます。8位みのるさんありがとうございます。7位ふっちゃんさんありがとうございます。6位ダンさんありがとうございます。5位チキンナンバさんありがとうございます。4位レモン78さんありがとうございます。3位のぶさんありがとうございます。2位トミーさんありがとうございます。1位そらさんありがとうございます。ありがとう。ナングラはねスポーツ系に絡めてあげるよまた。そうありがとう。寝てください皆さん、明日はお待ちしております。森の宮じゃない、雨のキューズモールで。ではバイバイ、 See you again。